こんにちは、ジャンゴです。今回はブルーロックプロジェクトワールドチャンピオン動画撮ろうと思います。ということで、月が変わりまして、4月つい、バカなちょっと待って。そうか。まさかの。ちょっと待ってね。なんかくるくるがめっちゃ長いけど、まさかのアップロードが必要だったとは。言ってよっていうね。まあ。ああ、バージョンアップ履歴7時間前一部不具合の修正と、なるほどねとは。まあ日付が変わりましてね、4月1日になりましてということで、新キャラがね、来ると思うので動画撮っていこうと思います。ということだったんですが、まあちょっと出鼻をくじかれましたわ。はい。はい。まずは、潔一生誕祭ログインボーナスということで、まあ主人公なんだからもうちょっと豪華に期待しましたが、さすがに、そこは、300でしたね。3000でいいと思うんだけどな、マジでサンキュー、今日いい日になるかもと。なるほどね。新年度キックオフキャンペーン特別ログインボーナスなんてのも来てますね。これは何だろう。まあおそらくあれですね、何かと交換できる、ポイントみたいなやつでしょう。お疲れ様です。で、普段のログボー、はい、来ましたね。新選手、戦場の主役、潔一、ピックアップガチャ開催ということで、主役の座、星さん、潔一、追加ですね。覚醒戦士フィールドの主役、練習メニューカードは、青いイメトレが来てますね。で、専用スキルがフィールドの主役ということで、はい、星さんのバージョン違い来ましたよと。いう感じですね。青カードは獲得ステータスに影響する練習メニューカードですか。発生率低いですが、獲得できるステータス量が金カードのなんと2倍になります。マジか。2倍が来るか。すごいね。はい。そうですか。まあ、いろいろ書かれてますが、まあ、潔に関してはね、ちょっと、細かいこと気にせず引いていこうかなと思っちゃってるんですが、強化レベル状況に応じてプレゼント、最速の襲撃、一切り本は主役の座潔一登場記念プレゼントということで、熱いちぎりストライカー、ちぎり本は、熱いちぎりの、ちぎり本はとストライカーの潔一の4月3日時点での強化レベルに応じてプレゼント配布しますよということらしいですね。まあ、かぶっちゃうから無駄になるってこともないんだけど、まあ無駄になるっていうことで、返金というか、強化に使ったアイテムをね、変換しますよということなんでしょう、これは。まあでも、旧キャラもね、全く使いどころがないわけではないと思うので、まあ帰ってくるの嬉しいから、3日までにね、頑張ってあげとくのもありかなとかね、そんな感じもありますね。はい、新選手ガチャ登場。さらに、新年度キックオフキャンペーンが来てますよというのと、生誕祭と、いろいろありますね。さあ、早速ですが、お、初回無料11年あるじゃん。引いていってみましょうか。まずは普通の無料から引いてみようかな。まあ、この2人のままでいいですかね。さあ、じゃあ単発無料のやついきましょう。あれ？ちょっと待って。録画できてる？できてるよね。びっくりした。なんか今、一瞬できてないかと思っちゃった。さっきね、アップデートが入ったからさ、あそこで録画止まっちゃってるかなと思って、ガチャ引き始める前に心配になって確認しちゃったっていうね。初めて感じた。この悔しさって。びっくりした！単発で引いてくると思わなかった。頑張ってみたいんだ。やった無料単発で久々に星さん引きましたね。ナギが来ましたよと。あ、やったぜ。はい、じゃあこの勢いでちょっと、潔の新しい方の、無料11段も行ってみましょう。今なら引ける気がする。さあ来い。行きましょう。潔だけど、まあ、こっからでも出るからね。まずはボールの色が変わる。そしてぶち抜く。いける。読み込みがない。どうよ。ダメか。今ならいける気がしたんだけどね。まあそんなに簡単ではなかったとは。
ただしスーパーチャンスは入る。今回はね、ちょっとこのままの勢いで引いていってみようかなと。っていうか、まあ全然ね、ステータスとか確認もしないで引き始めてるけど。まあ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 、どっちにしろ引く気だったので、まあいいとしましょう。よし、じゃあ引いていこう。じゃあ無料分からの、追撃、いきます。さあ、どうよ、2発目。カットインバローなし。さあ、まず弾の色が、おし、変わる。さあ、今度こそぶち抜け。さあ、ぶち抜かない。金は多いが、これはどうですかね。いや、厳しい。じゃあ、2発目も空振り。3発目行きましょう。まあ、無料単発でナギ引けてるからね、なんか気分的にはちょっと軽いんだけど、おっと、バロー久々に見た。いや、マジでね、なんか正月以来ぐらいに見てない。オッケーオッケー。バローは勝ちよ。バローはもう勝ちよ。ぶち抜く。もう5枚ぐらい引け。お、読み込みある。これはね、イサギの可能性とチギリの可能性が一応あって、俺、チギリ引けてないから、諦めない。オッケー、イサギだね。人生を変えるために。ブルーロックに素晴らしい。オッケー、主役の座、イサギ与一、ゲットですね。いいよ、いいよ。さあ、しかも金玉3つあるから、もしかしたらまだ来る可能性があるんじゃないかと。そんなに甘くはない。あー、チャンスタイムも終わったか。一旦撤収する？もうちょっと引きたい気もするんですが、まあ、とりあえずね、今回は、4月1日日付上がった瞬間ということで、まあ、一応ね、本体確保できたので、一旦撤収しますか。まあ、ちょっと50まで上げたのを、見てからにしましょうかね。イサギくん、どこにいますかと。あれ、マジでどこ？あ、っていうか、ちょっと待って。ナギを引いてるので、ナギ重ねますか、とりあえず。オッケー。味わったことない新しい。ナギ70行きましたね。うん、オッケー。無駄もなくなってきたね。そしてイサギを探しましょう。あ、いたいた。すげえ中途半端な位置にいる。まあ50まで上げましょうか。455、455、494、555、572の533という感じですね。まあだいたい平均して500。ちょっと届かないかぐらいか。切れ物と嗅覚ですね。賢さアップ、練習時賢さアップ、練習ボーナス、レクチャー率アップ、そして60で、コンディション回復アップと、主役の座まで解放すれば練習ボーナス 20%、練習試合ボーナス 20% とスペシャル練習発生率アップ 30%。 あ、これ強いね。まあ、とりあえず、50に上げておきましょうか。掴んだぞ。進化のヒント。オッケー。そうだね。まあ、とりあえず、今回は、一応本体ゲットできたのは、よしとしようか。で、なんかここ、ちょっとなんか、ひし形のね、ピンクのマークがついてたから何かなと思って見てるんだけど、まあまあまあ、新しいのが増えたよっていうだけか。そうだね。まあとりあえずここはそんな気にしなくてもいいのかなっていう感じですね。コレクションスキルの方に関しては、新しいものは出てないってことなのかな？逆に言うとチェックがついてないから。そうだね。出てなさそうですね。新しいイサギに関してコレクションスキルはまだ実装されてないのかな？この後実装される可能性はあると思うけどね。そうだね、されてないね。新しいの増えてないっすね、これを見ると。なるほど、なるほど。そうですか、そうですか。そうだね。まあ、ストライカーの潔が俺は70まで上がってるんですが、まあ一応ね、無凸、50でね、新しい方もゲットできましたよということで、
まあ実際どうなんだろうね、70で使うよりは。まあでも結局ね、固有が解放されないことにはっていう感じもあるんだけど、まあでもサポートで使うならもう新しい方を使う方がいいのかなって気はしますね。まあ育成の本体として使った時に、こういうスキルとかが、こっちの方が強い可能性はあるかなとか、そんなとこですかね。この辺は共通だからもう解放されてるよってところか。なるほどね。そっか。となると、俺が持ってないのはちぎりだけになりましたね、また。今回の潔をゲットできたので。まあ実際戦力になるまでにはもうちょっと重ねないといけないところではありますが、まあ1枚取れたのは良しとしますか。まあこうなってくるとね、ちょっとサポートの方もまた欲しい気はするけど、サポートはね、引けても育てらんないんだよね。だから今はね、むしろ育てる余裕があるのはキャラの方かなという風にもなっていて、まあどちらにジェムを使ったものか、なかなか悩ましいなと思っているところではあるんですが、まあとりあえずね、無凸でも、ゲットはできたので、一回試しに潔も育てたりしてみたいかなという、感じはありますね。まあそういう意味ではね、ちょっともうちょっと凸進めたい気持ちもあるんだが、どうしようかな。まあぐだぐだ言ってますけど、まあとりあえず今回はこれで、一旦終わりにしましょうかね。おそらくね、また、もうちょっと突させたいなと思ったら、追撃でガチャ回すと思うので、まあその時はその時でよろしくお願いします。ということで、今回はこれで終わります。ありがとうございました。よいしょ。